ウリタがお前に激要望やばいな。誰ウリ？ああ。もしね、ウリタさんというその方が怒ってるんであれば謝りますよ。顔に入れ墨してる人でしょ？サングラス、薄いサングラスして。でもなんで顔面にタトゥー入れてんだろうなと思ったりしたけど。耳なし芳一の真似？それ悪口だろ。俺が書いたね、言ったんじゃない、今コメントで流れたから今拾ったけど、そういう意味じゃないと思うよ。多分、基本的に気合が入ってんだと思う。世間に対する気合が入ってんじゃない？はい、多分。いや、いいよ。でもなんでその方って未だに結賀のこと探偵みたいに追ってんのかなと思ってさ。ごめんなさい。何考察すると、へえ、すげえとか言われたいもんだから、よくさ、結賀事件についてさ、自慢げに語ってるやついるけど、でもあくまで予想でしかないから。一番は警察しかわかんないんだから。だから俺ね、事件のさ、謎解き事件とか考察してる人を見ると、なんでこの人こんなにしたり顔でやってんだろうなって思っちゃったりするわけ。これ、ウリタさんの悪口ってないよ。ウリタさんの悪口は全く言ってません。しかし、俺さ、一つやめてほしいと思ったのは、この間、ウリタさんの動画を見たのね。ゆいか、あの、ウリタさんが近藤組長と会話してる中で、その中で、視聴者のコメントで、ウリタ、久保田がお前の悪口を言ってたぞってさ、何回も何回も書いてる人がいてさ、まあ、ウリタさん、それは、ね、拾いもせんかったからよかったけど、そうやってさ、なんか煽るのやめてほしいんだけど、別に喧嘩売るつきりないし、金持ち喧嘩してたから、喧嘩しないから、敵対する気もないし、別に。だって、ブラックエンペラーの、ねえ、怖い人なんだよ。ブラックエンペラー怖いからいいよ。ブレイキングなんとかって、あれってやらせってあるの？ブレイキングダウンという番組があって、なんか1分間素人同士が殴り合うというやつあるけど、だってさ、おかしくない？入場と同時にさ、オラーって抑えかかるってさ、あれおかしいと思うんだけど。普通さ、怒らないじゃん、そんなに見た瞬間に。で、その後になんか仲良くご飯食ってたりして。やらしなのかよ。台本なかったら、確かタイミングよく怪我しないし。絶対殴らないじゃん。なんか、掴みかかりはするけど、本気で殴ったり、目ん玉潰したりしないもん。でも、荒稼ぎ、じゃ、やめろよ。久保田が、かっこ、ウリタはやらせて、言ってないだろ、別に。一言も言ってないことをさ、風潮して大きく宣伝しないでもらっていいですか？久保田、かっこ、ウリタはやらせなんて俺、思ったこと一つもないよ。あんな番組出たくないし、しかも怖いじゃん。何のメリットがあるの？怪我するし。俺は怖くて、非力だから絶対出れないけど、飯田とか出てたじゃん。だ、あれもやらせになるんかな、じゃあ。飯田とか青汁王子とかさ、なんか有名人がこぞって出て、あと、ヘズマリュウの嫁とかさ、出ちゃったりしてさ、な、結局有名人ばっか出てんじゃん。金稼げるから、いや、いいですよ。目立ちたくもないよ。スポンサーがついて金が稼げるの。言ってませんよ、ブレイキングダウンは。いやいや、本気で戦ってんでしょ？だ、すごいと思いますよ。ただ、1分間なんだ。1分だったら、運ゲーじゃん。あ、運ゲーじゃん。運ゲーって言ったら怒られる。1分しかないって、普通、最低でも3分でいいじゃん。1分って。バカにしてませんよ。ただ、あれを本気で思ってる人もいるなということが、俺は分かったよ。